そのようなあの伝説上の華王朝の藩とは甲賀流域楊輔江流域に西北の地方東北の地方を加えて今の中国の領域とは全く同じではないのですがかなりそれくらいの 広い半島ですねもちろんあの支配の仕方というのはもう直接的に統治するという役人を派遣して統治するというようなものじゃなくて各地から物資を奉納したりそれに対して何かこう反対給付をしたりということで成り立っていたと思われますが、まあ、そういう王朝のののの勢力圏のよううなももが相当にに広いいであるとまうう国家を支えるためには租税を集めることが必須ではあります。 農業生産に関しましては、各地のこう電波たの生産力を9つの段階に段階づけて、てそれに応じた租税を中央へ徴収します。その他に各地の特産物ですね、えー、織物でありますとか造牙でありますとか漆でありますとか塩であります。様々な物産があるのですが、そういうものを効能している。それから、その直接的に統治する。地域より以外のま移、あ、民族で。 なおかつ友好関係のあった地域からはまたそこの地域の特産物ですね川のものでありますとか真珠魚でありますとかそのようなものが花王朝に納められるというような仕組みがありこういう産物によって宮殿を営み常備軍を養いなおかつ効能している地区が他の勢力に攻められればそれを助けるというふうなそのような初期の国家の仕組みであったと考えられる。